さあ始まりましたクロスロード探検隊ということで、本日もお送りしますピン芸人ヤンビーです。よろしくお願いします。で今日はですね、紹介する車のオーナーさんのちょっとご自宅に今来てまして、ちょっとその方の車が置いてあるという、ちょっとガレージちょっと最初は覗いていこうかなと思います。おー、すごい、見てこれ、マジか。これかな今日の車、分かんないけど、いやもう男のロマン見てこれ、ホットビールのミニカーがずらって、奥まで、すげえ、お店みたいに飾ってある。もうこれだけで十分車好きっていうことが分かるしね。もうこっちのフィギュアがすごい、アメコミからガンダムからトイストーリー、スターウォーズ、あ、すげえ、見て、ビリヤード台ある、ビリヤード台、この今上に上がってるやつが今日紹介する車かな。おい、びっくりした。おい、あ、もしかして今日紹介する車これのこと？何え、故障じゃないよね。え、びっくりした。今日紹介する車のオーナーの方ですか？そうなんです。はい、実は、はい、カウパル。ちょっと、何言ってるんですか？オーナーのカウパルです。放送して大丈夫な人ですかね？カウパーさん、あ、一応今カメラマンからグーが出ましたけども、本日紹介するこちらのシボレーのインパラなんですけども、もうとりあえず、はい、もう乗っていきましょう。あ、え、もう乗っちゃうんですか？もういきなり試乗っすか？あ、もう、あ、もうカメラマンもどうぞって言ってるんで、じゃあもう早速カウパーさんの助手席に乗りたいと思います。せーの、よいしょー、ということで、はい、怖いじゃあということで早速出発進行ということでよろしくお願いします。お願いします。はい、行ってきます。一応もうこのインパラ自体は、はい、あ、インパラ自体はもう買ってからどれぐらいになるんですか？いや、これは半年ですよ。あ、半年ぐらいなんですか？はい、で、はい、さっきのガレージにあったやつが一応あるものは車検もあって、はい、正直走る状態ではあるんですけど、はい、あれなんですか、ちょっと今からオールペン、はい、全塗装するっていうことで。ああ、なるほど。そう、それでちょっと細かいところ自分でちょっと今やってて。あ、じゃあこれからなんですね、あの車は。そうです、はい、あれも同じ64年、あれは66年のキャデラックで、はい、ああ、なるほど。あと、こっちはまだ来て、あの、浅いというか。浅いですね、はい、そう。一応これの前にも同じ64年のこの同じ、はい、全く同じインパラ、はい、持ってたんですけど、はい、これがちょっとやっぱりいろいろ、あの、まあ、不具合が多かったっていうか、あったんで、はい、まあ、それ売っ払って、はい、これに乗り換えたっていう。なるほど。あの、今のやつの方がちょっとまたいいというか。そう、これの方が全然ちょっと追記しただけで、はい、はい、すごい、もう状態がいいっていう。カークラブっていうのがあるんですよね、はい、この同じような車のアメ車が、あ、ローライダーが集まったクラブがあったりして、はい、やっぱ有名なあのところが持ってたこれ車なんで、はい、でもそこの車ってみんなクオリティ高いんですよ。あ、なるほど。で、カーショーっていう車のショーに出したり、してる、あの、結構大きいカークラブの車だったんで、で、それでもう、はい、もう現状、現車確認せず、あ、もう品質がもういいと分かってるから、そう、写真見て、あ、これだったらもう速攻これ乗り換えるっつって、これにしました。で、これほら、さっき言ったハイドロっつって、あ、はい、そう、あのフォークリフト、あの仕組みと全く一緒なんですけど、 あれと違うのはバッテリーを多く積んでるから、はい、クイックに、なるほど、キュンって上がるって感じなんですよね。1個のバッテリーだけじゃなくても、それぞれに合わせて、そうそうそう、4つとか、これは4つついてます。あ、サスペンションごとにも、いや、でも、あの、直流なんで4つの、まあ、はい、なんだ、
1つのバッテリー12ボルトなんで48ボルトで上げてるみたいな感じですかね。あー、ほんと。ちょっと僕もこの車ちょっと調べてから分かったんですけど、はい、ローライダーっていう、はい、ジャンル、はい、なんですけど、はい、ローライダーっていうのは具体的にどういう車になるんですか。車、はい、アメ車ですよね。アメリカの車を、はいはい、もうさっき見てもらったら分かると思うんですけど、はい、ホイールが小さいじゃないですか。あ、はい、小さいですね、ホイールが。これホイールはあれなんですよ、はい、もう本当に軽自動車のこんなのと一緒なんですよ、はい、そうですよね、軽と変わらないっていう。そう、小さい。だからこの車体を大きく見せるために、はい、ホイールを小さくして、あとはまあローライダーなんでやっぱ低く低くやっぱがもともと始まりますね。あ、なるほど。あのメキシコとかの人たちが移民とかがアメリカに来て、はい、やっぱお金ないんで、はい、あのでやっぱ車はいいの欲しいけど買えないから、はい、古い車を買ってあの自分たちでかっこよくっていうか始めたのが起源みたいで。あ、それがもうローライダーの歴史の始まりというか。そうなんです、はい、でちっちゃいホイールに、はい、で低くしたらかっこいい、まあ、ロー&ワイドみたいな感じですよね、まあはいはい、それでやったみたいな。ということで、ちょっと海辺の方に行きましてね、ちょっと風が強くて髪の毛うっとうしいんで、もう結びました。はい、ということで早速、こちらの本日のシボレーインパラ1964年式を紹介していきたいんですけども、改めまして、オーナーのカウパーです。はい、カウパーさんです。よろしくお願いします。はい、一応最初で確認なんですけど、はい、あの職業はあのセクシーな仕事の方ではない。まあ、近いですね。近いんだ近いんだってそっち系の、あ、ちょっと抑えないでくださいよりそれ感が出てしまうんで、一応まあまあ一旦まあそれ以上は名前はね、カウパーさんです。カウパーです。カウパーメンです。カウパーメンって言わないですかということでよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。いや、もう早速ちょっとフェイス部分から見ていきたいんですけど、これもでもまあ特徴的な、まあなんていうクラシックカーならではの丸めの、ああそうですね、まあ両側2つずつということで、はい、ゴールド。そうですね、これはもうカスタム。いや、もうはい、一応は僕がやったんですけど、買った時からされてたんですけど、はい、まあ高いっすよね、このゴールドのこのライトのベゼルっていうんだけど、はい、もう4つでいくらするんですかね、多分2万とか3万とか。フォローパフォー多分ですよ。はい、確か。なるほど。そう、高いっすわみたいな。あ、じゃあもう一応買った段階でももうこの状態、もうほぼこれです、この状態で。ちょっと僕の好みでいらないパーツとかは多少は外しましたけど、はい、あ、なるほど、はい、ちょっとねゴールドが多かったんですよ。なるほど。そうです。はい、今がでもちょうどいいですね、このまあちょっと、はい、あまりゴールドすぎないぐらいで僕はいいかな、はい、金の差し色といいますか。そうですよね。でこのフロントバンパーメッキの、はい、綺麗っすよね。美しい。これも綺麗。こっちは全部だからな、下までやって。でこちらグリル部分ね、これアルミですね。あ、これまたアルミ素材で、はい、はい、ペラペラです。ペラペラですか。すごいな。守ってくれるためのバンパーでももう関係なくゴールドにしちゃうっていうところがまた、ね、ロマンですね。そういう、こっち側からまたまたエンブレムが、はい、これはこれはシボレーって書いてるんですけど、シボレーで、はい、まあシボレットとしか読めませんよね。はい、もうパッと見ティーこれも純正のものですか。これ純正ですね。もうじゃあもう当時のものをそのままで。あ、でも、はい、この車って、はい、アメリカで1台丸々ゼロから作れるぐらい部品が出てるんですよ。あ、そうなんですか。今も一から全部一人で作れるぐらい。はい、一人でっていうか、まあ、プロの方だったら作れると思うんですけど、要はそれぐらい全部のパーツが出てて。はい。あ、じゃあもう、でもこれも多分当時ものじゃなくて後から買ったやつの、しかもまたゴールドじゃないんで、純正は。そっか。はい。これに合わせての多分そうだったけど。選んで、はい、こちらも設置してという感じで。はい。それで、ね、と見たら。この中ですか。見ていいんですか。いいですか、開けたら。その中、はい。まあ一応、トロイちゃん拭いてるの。ここにあるんですよ。あっちにあるんですか。ないんですよ、あっち。え、運転席に。ないんですか。ないんですよ。あ、今パッと開けれるんだと思って今。こっからなんですよね。開けちゃいますね。はい。
開けるとすごいピカピカじゃないですか。ピカピカのカッピカピなんです。カッピカピって言ったらまたなんかよぎっちゃうんていうか、そうですか、セクシーが、これをもうトウコワさんがもうカスタムして、いや僕ならもうほぼ何もやってないです。あ、ちょっとそう、あの気になる箇所を変えたぐらいで、ちょっと自分好みに、はい、本当に1箇所ぐらい、2箇所ぐらいでして、あとはもう拭いてるだ、はい、フキフキしてるだけして、フキ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 してますね。ここまでこんな綺麗にするですね。そうなんですよね、綺麗にされてますよね、これね、まあ、すごいですよ、元がすごかった。ちょっとキャップ部分にもロゴが刻印されて、これもオプションでしょうね、はい、純正こんなんないから。あ、まあ、遅刻は、ね、気をつけてます。これまた、あ、これが、あ、そうです、これが車高を上げ下げする装置っていうか、はい、シリンダーなんですよ。はいはいはい、ポンプになってるこっちが、はい、これでもこのホースあるじゃないですか、はい、こっから油が来て油圧でこの押し上げて車高が上がるっていう意味です、ね、なるほど。オープニングであの揺れてたのは、そうです、それです、これですね、はい、あーすごいということです。ではもう早速ちょっとこちらボンネットの方は、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとサイドの方も見ていきます。はい、ということで、まあ、ちょっと横から見たこのボディなんですけど、まあ、正面から見たら本当に真四角四角なんですけど、横浜とも直線的ですね。そうですね、まっすぐで、このラインも後ろまでずらーっと美しいな。美しいですね、これは。このラインはでもまたエンブレム入ってね、謎のエンブレムですね。あ、これはもう関係ないんですね。いや、まあ、関係ないというか純正ですよ、純正だけど、うん、まあよくわからないです僕は。まあエンブレムですよね。はい、で、まあクラシックカーならではの散歩窓ね。はい、そうですね、純正エアコンないんで。あ、ちょっとエアコンないから、ないからこの、そう、風をここから入れるっていう、入れるっていうね。で、ちらっとこっちに刻印が、シボレーが一番気になるのがあって、はい、これですよ。これ、ね、これ、いやだってヘッドランプ、ヘッドランプであったじゃないですか。はい、これは何ですか。僕見たことないですよ、こんな横についてるの。これ純、これまた純正じゃないです。もうなんかオプションでもないんですけど、オプションでもなく、もう本当にこれもカスタムで、なあね、そうだと思う。ついてて、はい、これガンスポットライトっつって、ガンスポットライト、はい、まあ、通称ガンスポ、はい、で、映画とかで見たことある方いるかもしれないですけど、はい、警察の車両が犯人を追うときにこうやって犯人の車を照らすんですよ。なるほど。結構な光量で。はいはいはい。うわーっつって。で、あれは犯人のこの車の例えばナンバーを確認するとか、はい、顔を確認するとか、はい、車内確認するためのやつが、当時はほらカメラもないっていうか、あんまりほら。あ、そっか、もう本当に昔の。そう、昔の、はい。で、それがなんかなぜか警察車両でもないこの車につけるっていう。え、ちなみに犯人追ったことあります？犯人側ですよね。犯人側か。どっちかって言えば。違いますけど。違いますけど。違う、本当に違いますよ。違いますよ。怪しい商売は一切してませんので。してません。はい。カウパーだけです。カウパーだけです。本当に。カウパーだけです。もうよくわかんないけど。わかんないですね。いや、すごいですね。またこれもまた取り付ける、まあ、トレンドっていう。言い方もあれですけど、そうです、このジャンルでやっぱ取り付けるのはやっぱりかっこいい。あ、主流なんですね、カスタムとしては。これも手動ですよ。手動です。この車内から、あ、もうバーがあるんですけど、これで動かせるんですよね。おお、あ、こうやって車内から。あ、これそうだったんですね、バー。はい、何かなってずっと思ってたんですけど。はい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 、それいやらしいバーではありませんよ。はい、あ、え、大丈夫です。ちょこちょこ出てきますので要注意で。サンルーフがね、折りたたみ式のものがついてますよ。フーペタイプで。ソフトトップの、はい、ちょっと柔らかい、はい、ホロ。そうですね。え、締めてみます？あ、ちょっと締めてみた姿も。いいですか？見たいです。やっちゃう。はい。おお。すごいすごいすごい。こんな感じです。ちょっと印象が変わりますね。そうなんですか。
これはこれでかっこいい、はい、すよね。渋いな、このホワイトに対しての黒のフォロー。渋。でもこれ今は電気で吹きましたけど、はい、当時も電気なんですよ。モーターのこれも油圧なんですよ。なるほど、これは純正です。じゃあ元橋からの形で、はい、決してめちゃくちゃカスタムしたわけではなく、はい、これも当時から。あ、すごいですね。もうそれその当時からもう電動で、そうなんです、フォルはやってたんですね。フォルクスワーゲンとかは、はい、そう手動なんですよ。ちっちゃいから軽いからデッキの手でこれは重いんで、あ、できるんだけども結構腰にくるんですよね。なるほど、腰使ってないのに腰に来るんで、ちょっとそうスタイリッシュさに欠けると、はい、じゃあちょっとオイルの方を見ていきたいんですけど、はい、ちっちゃいですよね。ちっちゃいっすよね。軽自動車とさほど変わらないというか、いや一緒です。一緒ですよね、はい、でこれちなみに何インチなんですか。13インチです。13インチ、はい、軽の中でもまたちっちゃめな。そうです、はい、アルミ入ってないやつとかは大体13インチとかですよね。またこれなんでこの小さいサイズになるんですか、これだけ大きい車で。いや、もう元々のそのローライダーの始まりが、はい、大きい車に小さいタイヤで、はい、ローライダーっていうぐらいで低くする。なるほど、はい、やっぱタイヤを小さくして車を大きく見せて、はい、で、まあ、外径がタイヤの外径が小さいんで、そうすると必然的に車高も低くなる、くなる、はい、見た目的にもよりそう迫力があるとか、はい、ということでこれが始まりみたいですよ。ああ、なるほど、はい、ローライダー発祥のこのカスタムの仕方というか。そうです、はい、あえて小さいタイヤをホイールをつけると。はい、なるほど。これもスポークはまたなんか他のホイールとはまたちょっと違いますね。ああ、そうですね、まあもちろん純正ではないんですけど、はい、まあ、このスポークホイールっていうのは通称ワイヤーホイールっていうんですよ。ワイヤーホイール、はい、まあ、ワイヤーに見えるからですか、このスポーク部分が。ああ、なるほど、ちょっと絡み合ってる感じが、はい、だと思いますまあで有名な、はい、まあ、一番有名って言っても過言じゃない、まあ、ちょっと反対になってるんですけど、はい、デイトンワイヤーホイールっていうメーカーのホイールで。デイトンワイヤーホイール、はい、これ特徴的なのが、あの普通のホイールって、はい、あのボルトが4本とか5本で止まってますよね、はい、あ、はい、そうそう、はい、これセンターロックってこれ1個で止まってるんですよ。これだけです。それだけです。あ、これがもうボルトの役割になってる。そうです、はい、中に何個かついてるとかでもなく、はい、これ取ったら取れます。へえ、シンプル意外とこれ1個で止まってるわけ。あ、そうです、はい、1個で止まってるのを未だにそうしてるっていうか、はい、クラシック感出したいんですかね。そうですね、確かにボルト4個5個抜き出しだとちょっと格好というか、この1個バーって締めてる感じがまたかっこいいですでしょうね。でちょっと後ろの方を見ていくんですけど、もうこれよね、特徴としてはまたフェンダースカートっていうんですか。よくご存知で、はい、チラリズムですよね。チラリズム、チラッとこう見える、ね、ホワイトリボンとかが素晴らしい。あ、ホワイトリボン、この白いタイヤの白い部分もホワイトリボンって言うんですけど、はい、これはやっぱチラッと見える。あとこれついてることによって、はい、車高が低く見えるんで。あー、なるほど、はい、また視覚的にも。そうそうそう、そうなんです。そういう効果が得られるわけです。はい、もう初めて見たときタイヤ交換どうやってやるんだと思います。そうそう、はい、でもこれ一応、はい、これ外すことできるんで。あ、取り外し可能なんですか。はい、可能です。あ、なるほど、なら安心だ。そうです、こちらリズムとゴールドのいやらしさが、なんで取ったアンテナのこの柄の部分に、ね、このこんな仕上がってちょっと待ってビンビンじゃないですかでこのインパラのロゴがね、これもまたちょっとあれですかね、この純正ではあるけどまた別でゴールドのとか。そうです、そうです、はい、選んでつけたパターンですかね、この正面のロゴのものと一緒で。そうですね、合わせて多分やってますね。そうですね、ここまでやっぱこだわりがあるということで、素晴らしい。じゃあもうこの流れでそのままちょっと後ろの方も見ていきます。ということで、いや、もうまた乗ったいやらしいねゴールドが。テールランプもこれ3つに分かれてるんですね。これ
そうですね、まあ無駄に無駄ですよね無駄ですか、はい、その無駄がまたいいんですよね、そうなんですよね、それを追い求めてるんですから、3つで、これ順番としては指示器ですか、そうですね、テールと指示器が一緒になってるんですよ、あアメリカのは、はい、だから指示器つけても赤が点滅するんですよ、おお、じゃあブレーキランプが、まあブレーキランプがここで、はい、両サイド、両サイドで、はい、で両サイドでブレーキが、はい、で、あの指示器をつけたらここがカッチ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 と、あ、じゃあもう一緒なんですね、はい、で、これバックランプです、ああ、あの、はい、リアにバックに入れた時にカッチカッチカッチ、3つあった方がかっこいいんだから、で、ちょっと気になったんですけど、まあマフラーってどこにあるんですか、マフラーはありますけど、はい、隠れてるんですよね、あ、もう見えないんですね、はい、もうインパラは、まあはい、いや、出してる、まあこれは人の好みによるんじゃないですかね、こっから出てるやつもいればあれば、これは隠してるスタイルです、なるほど、もうそれぞれの好みで、はい、この辺はカスタムして、はい、なるほど、バンパーも、ね、相変わらずで、シボレーのこのエンブレムが絶対一回ケンブロレットって呼んじゃうでですよ、でですよ、こんだけ広いんですから、ちょっとトランクの中も覗かせてもらっていいですか、はい、もちろんです、はい、じゃあ早速中も見ていきたいと思います、はい、おお、あ、こういう感じなんですね、こういう感じですね、なんか思ってた感じじゃない、もっとなんか全部なんか空間ぽっかり空いてるのかなと思ってたんですけど、これ実は、はい、もう隠してるんです、全部隠してる、はい、ソファーみたいなやつで、はい、この中に先ほど言ったハイドロのポンプとモーターバッテリーがあるんで、なるほど、あのボンネットの中で見たあの、はい、シリンダーが、はい、の元がここにあるんです、あるからちょっとむき出しだと、はい、あれなんで、ちょっとこういうソファーみたいな、はい、この白がやらしいやらしいですよ、大体ボディと合わせた感じの、ちなみに、これ、中って見ることできたりするんですか、いいんすよ、いいんすかいいんですって、はい、特別にでは、今日はその中も見せていただきましょう、むき出しですむき出しです、完全に抜いちゃいました、抜いちゃいました、はい、ということでこれ、なるほど、バッテリーが4つこっちにあって、これがこれがそうです、これが例の、あ、このホースがだっけの、そうですね、いや、見たことないですよ、トランクでこんな感じの荷物が乗らないんですよ、そうですね、もう乗せる気ないですよ、ないですはい、もともともこんな感じなんですか、そのカスタムする前の段階から、元々はそうですね、この板ないのと、はい、まあ、この辺のラックっていうんですか、はい、このバッテリー乗せるためのこの下のラック、はい、このあとこれをポンプ乗せてるこの下も通ってないし、あ、この柱ここないんですよ、はい、これがない状態です、あとあれウーハーのボックスと、あ、ウーハーボックスか、アンプ、はい、はい、あれがないので本当はまあまあ広いんですけど、なるほど、じゃあ本当にある程度は本当は荷物も乗り受けられるけど、ね、もう今のもうこの現代風にカスタムしてやってるわけですね、おしゃれに隠そうとして何も乗らない状態にしてるっていう、はい、ウパーさんの方で何かカスタムとかなんかしたりとかあるんですか、いや、僕は直しをしましたね、このハイドロの、これがフロントに行ってるんですよ、はい、こっちに油が入ってるんですよ、オイルが、はい、で、これがモーター、はい、このモーターが回って油を押してこれからフロントに1本行ってて、途中でまた2手に分かれてフロント両方サッカーの方ですね、はい、はい、で、これはリアです、リアで一本一本右手で分かれてたんです、あ、リアのまあモーターがちょっと壊れちゃったんで、はい、これ取り替えしたぐらいですかね、あ、じゃあもう本当に買った当時のままそうです、ほとんど、はい、なってるわけですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと後ろの方は見たので、もうその中、インテリアの方もさせていただきます、はい、お願いします、ちょっとね、はい、じゃあ中ですね、
いやめちゃくちゃかっこいいな。これシートとかもおそらくもうこれ仕様にカスタムされてるものですね。そうですね。あでも形っていうか、はい、まあ、ほとんど純正で色をこの変えてるぐらいですね。あこっちのこの白いレザーの部分をそう変えてるとか。あなるほど。純正の形そのままです。使いつつ、まあ、レザーだけ変えてっていう、はいはい、ちょっと開けてもいいですか。あもちろんそうです、ね、ここ押すんだよね今の車と違って。これをカタッて押すと開くという。大丈夫ですね、下は。はい、見て中から開けるときもこのレバーをね引いてから開けるともう全然今の車と違いますから。で、このステアリングね、最高のタイプですよ。で、こっちのさっきのこのランプですよ。これで操作するとこんな感じで。で、肝心の、はい、肝心のですよ、スイッチですよ。あ、これですね。はい、このスイッチ、これがハイドルです。なるほど。車高が上げ下げするやつです。もうこれはもう操作はもうシンプルですか、ね、そうですね、今もちょっと動くんであれなんですけど、こうやれば上に上がる、はい、こうやれば下に下がる、下がる、はい、これがもう4箇所です。いや、これの、これでフロントが上がります、はい、両方フロントの右左が、あ、上がるんですね。はい、で、これがリアの両方上がってくるんです。え、じゃあもう残りの2つは何なんですか。これはちょっとやっぱ油圧なんで、はい、ちょっと調整が必要なんです。どうしても車が綺麗に上がるんじゃなくて、はい、こうなったりするんですよね。右左がちょっと傾きがそうかっこ悪いから、これでこれリアの調整なんですけど、はい、ちょっと下げたりここ下げたりここ下げたりする。ああなるほど。これでちょっと細かい調整をして、はい、で高さを合わせるみたいなですね。ああ、こうやってやるんですね。中オーディオとかもこれも新しく、そうですね、これは純正のラジオなんですけど、これは、はい、やっぱアメリカのラジオなんで、はい、あの日本では周波数が違うので聞けません。なるほど、はい、だからこれ生きてるか死んでるかわからないです。あ、もうほとんどもうインテリアです。本当にインテリアになっちゃってます。はい、だから結局後付けでここに、はいはい、オーディオをつけて、はい、っていう感じですね。なるほど、はい。じゃあもうここはもともとなかった部分っていう。全然ないです。このセンターコンソールもこれ取り外していけるっていうか、これははい、つけてるんで。動ける。もともとこういうあのドリンクホルダーももうないんです。ないから。当時の車は。ああ、はい。ジュース飲むなっていう感じなんです。当時の人は車で飲むという発想がないです。はい。多分当時はペットボトルもやっぱない。ないから。で、後ろこれもしかしてウーハーの。で、これが実はこのラジオのスピーカーなんですよ。当時の。これ当時のスピーカーなんです。そうなんです。なんかてっきりこれカスタムで後から付けたものかなと思ってたんですけど。いや、これ純正ですね。へぇー、はい、あ、じゃあ後ろから流れてたんです。そうです、はい、しかも当時ってステレオが、はい、あのステレオじゃなくてアナログのやつなんで、はい、スピーカーが1個しかないです。右台ない時代って。あー、それが1個しかなかったんですよ。なるほど、はい、そしたらもう爆音でもうチャカチャカ音、チャカチャカ音が流れてバーンみたいな、あのすごい昔の音楽があるんですよ。あんな感じの流れてたんじゃないですか、ね、はい、当時。アメリカでぜひ走らせたい。アメリカはいますよね、普通にこういうの、普通にっていうか、はい、ちょっと聞いたんですけど、これエンジンかけるのもちょっと普通の車と違うっていうのを聞いて。あ、やっぱ旧車はそうですよね、はい、キャブなんで、はい、キャブ車なんでやっぱどうしてもエンジンがすぐにかからないっていう癖がありますね。相当相当、はい、なかなかエンジンをだいたい、まあ、キーをちょっとオンにして、はい、一旦キーをちょっとオンにして、はい、で、ガソリンからキャブまでガソリンが行く送ってもらってるんですよ、はい、まあ、ポンプで。あ、なるほど。強制的に送ってそれが行ったなっていう感じが5秒とか10秒待って、あとプラスその後ではい、キャブからまたこのエンジンに行かすにちょっと行かす感じで、はい、1回2回ぐらいアクセル踏んで、はい、おお、じゃあ今みたいにひねったらもうすぐブーンってかかるとかではないですよね。はい、やっぱちょっと癖ありますね。なるほど、はい、内装はこういった感じになってます。はい、ということで本日紹介しましたシボレーインパラ1964年式ということで、
今日はね、はい、オーナーのカウパーさんと一緒に紹介していきましたけども、はい、ありがとうございました。ちょっとカウパーさん告知したいことがあるらしいですね。告知恥ずかしいですけど、はい、僕もちょっとだけ YouTube 最近始めたんで。あ、なるほど、はい、もしよかったらあのカウパー麺でこちらの方までカウパー麺、ぜひちょっとカウパー麺で検索してもらったら、はい、すぐ出てきますんで、はい、ちょっとしょうもない動画ぜひ見てください。お願いします。はい、ということですので、はい、こちらもカウパーさんの YouTube チャンネルもありますので、ぜひねそちらの方のチャンネル登録もよろしくお願いします。ちょっと時間なんで行きますね。あ、いや、ちょ待って、一回ストップストップ。あ、あれなんて勝手な人だ。ちょっと待って。ということですので、カウパーさんのチャンネル登録してあげてください。ではまた次回クロスロード探検隊でお会いしましょう。さよなら。帰りどうしよう。